おはようございます6月30日朝6時52分のカルダのエーダを見ているんですけども久しぶりに9円台に乗りましたね、えー、昨日から比べて4.4%アップということで、まあ、かなりのボラテリティがあるんですけどもその中でも、ね、エーダっていうのはもう激しく上昇激しく下落ってことじゃなくて着実にその金額をね、えー、積み重ねてくださってるんですよ、まあ、一時期2円とかいうのも目にしましたけどもあそころ考えても かなりね上昇のポテンシャルを持っているなっていうところでまあこれは10円にはね早々に向かうんではないかなと思いますちょっとね別の図を見てみましょうこちらチャートですよねチャートで、まあ、相場解説のように見てみるとここを見てください、えー、9円のちょっと手前に山がありますよねで9円を突破したところにこれ山,山がありますよねですんでここを結んで ゾーンを形成するときに、まあこの上に乗ったのではないかなというふうに見ることができるんですよ。こう来てこうですね。この後っていうのはここに跳ね返って W 上辺が強いを作るということも考えられるかなってことですね。まあ長い間ずっと9円を割らないままここにいました。レンジで言えばですね、結構苦しいところだったんですよ。うんこのこのありですね。8円から ま9円に行かない間、この間の推移が続いていたんですけども、テクニカル的に私が分析するに、これからはね、9円以上をうんまあ推移する場所と考えてもいいんじゃないかなと思いますよね。まあ7円とかになったりはしないでしょうね、7円、6円とか だから今後は上がっていくだけなんじゃないかなと思うんですよ。30日見てみましょうか。30日見ていくと、そうですね、10円にはまだまだ1ヶ月以上かかるかな、いくにしても。で、3ヶ月移動平均線見てみると、3ヶ月でしたらもうね、これ2円とか4円とか、8円までのまあところっていうのは出しましたよね。ここからだから8円以上のチャートで。 レンジで推移するのかなっていうところですね。8円10円の間で、うん。で、次の段階が10円12円ってところですから、まあ、今年、やっぱ体のっていうのはしっかり見ていかないといけないかなってことですね。180日、半年で見てみましょうか。ほら、いいですね。ええー。だから去年の10月かな、フェブラアリーですね。あの2月ですね。去年の2月っていうのは8円達しなかったんですよ。 でずっと長い間8円を割らなかったあ。もう2円の方をね、はいずり回っていたんですけど、そこから上昇してきて、現在は8円以上で推移しているということですよね。1年見てみましょうか。1年見てみると、1年前の水準に戻ってきたのかなってことですね。去年の7月あたりの水準に戻ってきたというところですね。うん、なかなかいいんじゃないですかね。MAX ってなんだろう。ああ、これはね、125円とか <laughs> 言ったとき、超バブルのときですね。 あそこから比べると全然です。まあ、50円のところにも全然達しないですよね。まず25円を目指してほしいかなっていうところですけどね。まあ、たまにはこれ、エイダの方見てみましょうか、こうやってね。はい、それでは以上です。